でもハートがドックンドックンになるんですよ。まあよくできてんですよ、はいね、どうでしたか、オンボディですね。面白かったです ね、 やっぱりね、不思議な、ね、映画ですよね。ゾンビ映画と言いながらこんなにこうあったかい感じ で、 ね、 そうなんですね、やるとは思わなかったし、あのブルース・スプリングスティーンの曲分かりました、あの監督、ね、飛行機の中でね、うん、あのアナログのレコードをこう落として、うん、テレレレレテレレレってあの ね、 聞くやつね、有名なやつですけどね、あれが監督お気に入りとは言ってますけども、さあということですね、まあ、皆さんまあ見終わった後なんでいろいろねちょっとこう感動に浸ってる部分とかね、ちょっと余韻に浸ってる部分あるとは思いますけども、うん、まあ、ここからはですね、早速先ほどもリチンをしましょう、はい、お話しした通り、また監督に再度ご登場いただいて皆様の感想および質問を受けたいと思いますので、皆様また盛大な拍手でお迎えください。ジョナサン・レヴィ監督どうぞ。じゃあ改めて監督したところでみんな反応聞こうか。ウォンボディスどうだった？ありがとう。何よりでしょうこれはね、作った方にとっては。じゃあ座りましょうか。じゃあ、はい、で、あの通訳は大倉さん、よろしくお願いいたします。はい、さあということでですね、うん、これから、皆さん見ていただいた方と、質疑応答及びね、皆さんジョナサン・レヴィに率直な、この映画を見た感想を述べていただきたいと思うんですが、ぜひぜひ一応最初代表して僕から一ついいですかね、うん、はい、まず、まあ、皆さんね、聞きたいのは、ジョナサン・レヴィ監督はゾンビ映画は好きですか？I do. I really like zombie films. 大好きです。大好き。で、やっぱりジョナサン・レヴィン監督、僕らの中だとこの前の50-50というね映画がありまして、あのガンと戦う、映画ですごくやっぱりそれを、重いテーマをですねコミカルに、非常に感動的に、作り上げた映画がありまして、まあ正直あれですごいいろんな形で賞をね、ノミネートされたと思うんですけど、でジョナサン・レヴィン監督が次作る題材は何だろうと。50-50 みたいなこう社会派的なものを作り上げた監督が次に作る映画なんだろうと思ったらこのウォームボディーズを選ばれたわけですけども、今回このウォームボディーズを、自分で脚本監督をしようといった、ちょっときっかけをまずはちょっとお知らせいただければなと、はい、Well, I actually I found this film before I found 50-50 and I was writing it even when I was making 50-50.And I really liked the opportunity to do something fun that had something kind of serious at heart, but that was playful. And it was more money than I had. The budget was bigger than I had previously worked with. So I liked the idea of being able to work with CG and big sets and a big, big palette to tell the story.実はですね、この物語と巡り合ったのは50-50制作する前だったんですね。でも50-50制作する前に脚本も着手し、うん、50-50撮ってる間もずっと書いてるというような進行状況で、でそもそも惹かれたのはこのボーンボディーズに、まあ、すごくそのもう楽しいファンって言ってましたけど楽しくて、うん、でそのハートがすごく温かくて、それでいて遊び心がすごくある、うん、で、まあ、バジェットもですね、今までの制作品に比べると、まあ、一番大きかったんですね。そうですね。だからまあ大きなセットだったり CG だったり、そういう、ね、もので、まあ、映画を作るということもまあ興味の一つだった。なるほど、そうか。じゃあ50-50の前から実はもうこれは練り上げてたんですね。なるほど、そうですか。Well, it was written during 50-50, which I didn't tell the people who were paying me, but it was. Yeah, there was the same people, but I didn't tell them.はい、実はですね、50-50 の、 制作書面も書いてましたっていうふうに申し上げたんですが、50-50 を制作している間は他のやっぱり企画はあんまりしちゃいけないんですね。まあ、そういうね、契約もありますからね。黙ってやってました。It was a secret. Only everyone in this room knows. 今いらっしゃる方だけに今内緒でお話します。ここだけね。じゃああんまり SNS とかでつぶやかない方がいいのかもしれないですね。さあということでじゃあ、ね、早速なので、見ていただいたお客様から質問を、ね、いただきたいと思います。もう早速上がってますよ。じゃあ、ね、手を挙げていただいてね、マイクを回すのかな、マイクをどうするのかな。あったね。じゃあ、はい、前の真ん中の方に、はい、前のね、
メガネをかけられた方か、はい、じゃあ立っていただいて、はい、どうぞ。とても面白く拝見させていただきました。ありがとうございました。実は、この作品の なんていうのかな、映画祭のパンフで上映されるって知ったときに、最初に連想したのがやっぱりトワイライトシリーズって、ね、モンスターっていうか、まあ、今回はゾンビですけど、あれはドラキュラ、ヴァンパイアと女の子との恋愛っていう物語で、そのモンスターとの恋愛っていうので、そのトワイライトシリーズ、サーガのシリーズを真っ先に連想したんですね。で、今拝見してロミジュリの小ネタだとか、まあ、もろバルコニーのシーンなんてそうですし、名前もアールとジュリーだとやっぱりロミオとジュリエットから来てるのかななんていうのを想像しながら拝見したんですけど、影響を受けた、この映画を撮るときに影響したっていうか影響を受けた、どういうその映画をの影響を受けて撮られたのか、そしてあと音楽、まあミュージカルみたいなところもあると思うんですよね。まあ、自分は歌わないけれども、レコードにこと寄せてっていう、その選曲っていうのが、その脚本をの段階で、脚本が先で出てきたのか、それとも音楽に合わせて脚本が出てきたのかっていうところ、曲を選んでから作ったかどうか、はい、その2点です。はい、はい、Yes, thank you for your... ありがとうございます。So some of the movies, one of the great things I think about this movie is that it's based on a book that kind of has a bunch of different, references a bunch of different things from pop culture and from literature. まずこの原作がね、実はあるんですけれども、すごく自分で面白いなと思ったのは、いろいろなその要素というのが取り入れられているということ、ポップカルチャーだったり、純文学であったり。And the biggest one, of course, is Romeo and Juliet.その中でも一番大きいモチーフがもちろん今おっしゃったロミオとジュリエットなわけです。But when I was getting inspired to make the movie, I watched lots of different movies and I could take inspiration from a lot of them. Some of the biggest ones were WALL-E, and Baz Luhrmann's Romeo and Juliet.で制作している時に、まあ、インスピレーションを、まあ、受けた作品なんですが、本当にたくさんの映画を、見て、それぞれに、まあ、違うインスピレーションを受けました。中でも大きかったのがウォーリーアニメーションのね、とか、それこそバズ・ラーマン監督のバージョンのロミオとジュリエット。And then, of course, lots of zombie movies. 28 Days Later, Day of the Dead, just to name two. And then,lots of apocalypse movies, Children of Men, and those were all very, very inspirational to me. もちろんゾンビ映画もたくさんインスピレーションを受けています。まあ、具体的に言うと28日後とか、それから使用の餌食とか、それからあと、まあ、週末後の世界が登場する映画もたくさん見て影響を受けています。例えば、トゥモローワールドとか。And that stuff was mostly for the visual stuff. For the tone, I think the book was really the biggest inspiration to me. But those are, I have in my office when we were in pre-production, I had stills from all of those movies. E.T. was another one on the walls for inspiration, for color or for framing or for composition.で今でも申し上げた作品ってどちらかというとビジュアル面で影響を受けた作品たちなんですね。で作品の今回の映画のトーン、ムードみたいなものは原作にインスパイアされています。で今のような作品、あと他に E.T. とかもあったそうなんですけれど、例えば構図とか、それから色彩設計とか、そういうことをすることの、ま、ビジュアルですねのインスピレーションとして制作中、プリプロの段階でもうオフィスの壁にいろいろ貼っていたんです。 And as far as the music goesThat was something from the book that this character used music to communicate. And I really liked that because I really love putting music in movies. In the book, the character only listened to Frank Sinatra and the Beatles, which in a movie is very expensive. So that had to change.
はい、そしてあの主人公が、ね、あの音楽を使った自分をその表現するという部分は原作の通りなんですが、とても、ね、あの気に入っているところ で映画の中で音楽を使うということは僕は大好きだからなんです。でただ原作は実はです、ね、シナトルとビートルズばっかりだったんですね。これ映画でやるとかなりコストがかかってしまって不可能であったわけなんです。So I ended up writing some of the songs into the script. Guns N' Roses was in the script, along with a few others. But mostly, it was stuff we came up with in the editing room. I handpick a lot of the music myself, but the editor also had a lot of her own suggestions, and also the music supervisor had a lot of his own suggestions. So it was a collaboration, but it's very important to me, and I'm very hands-on with it.そしてですね、あの脚本の段階で実はもうあの楽曲は結構決め込んで、書いていて、そのまま残ったのもあります。あの例えばガンズ&ローゼズの「ペーシェンス」という曲があのそうなりますね。であの脚本の段階でまあ決めていたんですが、さらに今編集中にあのエディターだったりミュージックスーパーバイザー の、そのサジェスチョンもあるので、そういうものをまあ取り入れながら基本的には全部自分が決めていきました。ただやっぱり映画ってコラボレーションだと思うので、皆さんの意見も聞きたいといつも思っているんです。Okay、はい、以上ですが、いいですか。でちょっと今その流れで僕その歌っていうところでね、あのレヴィン監督の、処女作のマンディレイン、アンバーハード主演の、マンディレインとか、あと50/50にもつながるんですけど、意外とその歌が効果的にその心情を表すとか使われてるんですけど、これはやっぱりレヴィン監督としてもういつも自分の作品にはそういう形で歌に何か思いを込めて伝えたいっていう意図があっていつもやられてるわけですかね。The lyrics I think are always really important, and yes, I think a lot of the times lyrics can really be helpful in articulating the mood of a character or the mood of a scene.あの答えとしてははいですね。あの、まあ、その通り であの歌詞ってすごくあの多く の、まあ、場面ですごく有効にそのシーンだったりキャラクターのムードというものを表現できると僕は思っています。But sometimes I also like it when the lyrics sort of counterpoint to the mood of the scene. And we do that sometimes in this. And in 50/50, he is leaving chemo and he's just eaten a pot brownieAnd we play the Bee Gees, and it's very uplifting. And I think it puts the audience in kind of a strange mood. The audience doesn't know how to react. And they associate this song with such happy times, but you see this guy walking through a hospital. I like to play with that as well. I like the interesting tension between the way you may think of a song and the way a song is used in a movie.ただその時のムードと逆の曲、歌詞をわざと使うということもあのしています。で今回もしていますが、例えばあの50/50で化学療法を受けたばかりの主人公があのブラウニーにあの、まあ、大麻があの練り込まれているものを食べた後、病院の中を歩いている時にビージーズの曲を使っているんですね。ビージーズのその曲は皆さんこうハッピーなあの印象がとても強い楽曲なだけに、でも病院をその歩いている、まあ、がんを患っている、というキャラクター、ですごくその見ている方は奇妙なんだろうこれっていう状態になるのがすごく面白いんですね。でそういう遊びというのもあのよくしています。はい、ありがとうございますね。かなりこの音楽歌と映像のバランスがそういうレヴィン監督の作品のカラーになってる気が僕は非常にしているわけです、聞いたわけですが。じゃあ続いての質問の方、手を挙げてお願いいたします。じゃあ伊藤さん どなたに。あ、じゃあこちらの女性の方、はい、お願いいたします。はい、大変暖かくなるような映画で、ゾンビがすごくキュートだったんですけれども、あの特に肩すくめがすごく可愛かったなと思うんですが、どなたか身近な方の参考にされたのかなとか思ったんです。それとぜひあの監督がどんな風に演出されたのか、監督の肩すくめを見てみたいなって思ったんです。お願いします。Well, the shrug was always in the book, the original book. And I think for the writer of that book, it was a gesture that showed apathy. And I think that for him,
you know, apathy is one step away from being an actual zombie in real life, and there's so many young people who are apathetic, and I think that that shrugging was meant to be reflective of that. And I think when that character learns not to shrug and to actually want things is when he can truly become human again. But we did, yeah, there was a lot of discussion about shrugging and about how Nicholas would move around and how he would shuffle and how he would sound. Sorry, I'm talking a lot. Go ahead. So we definitely talked a lot about that, and he would always ask me after a take, was I too much of a zombie? Do I need to be more of a zombie or less of a zombie? And so we would always have that conversation. はい、あの実はですね、原作にこの肩すくみというのがもうあのすくませというのがあってですね、であのその著者 の, その意図するあのところは、まあ、無関心のジェスチャーとしての、まあ、肩をすくませるというあのことだったんですね、つまりそのゾンビにあの肩をすくめる すなわち無関心であることは、まあ、一歩人間とゾンビであればゾンビに近づいていってしまうというふうに、まあ、あの見ていたわけ でこれは今の若い方にも、まあ、通ずる部分かもしれません、無関心という部分で、あのまあ、主人公があのだんだんとその人間にあのなっていく過程で何かを求める心が出てくる、つまりもう無関心ではいられなくなるわけですよね。そうすると肩すくみも病んでいくというこういうあの形であの描いています。であのこのディスカッションはですね、やはりあの演じるニコラスなんかとも大いにあのしまして、またそのゾンビとしての動き、あのどのくらい足を引きずるのかとか、どのくらいうらるのかとか、という話はね、あのしょっちゅうしてましたし、テイクが終わるとニコラスが自分のところに来て、監督ちょっとゾンビ具合どうでしたって言って、あのもうちょっとゾンビっぽい方がいいですかって、少ない方がいいですかっていうような会話は巻いていくごと、している、そんな現場だったんです。はい、よろしかったでしょう、大丈夫ですか。あ、監督のね、そうか監督のシャイだから小さいけどね。 Thank you. Yes. いいです か, なんかご満足。 It wasn't that good. He's better. あの僕のよりも ニコラスの方が上手だと思うので失礼いたしました。はい、それでは続いていきましょうか。その真ん中の彼、はい、Hi, Mr. Levine. Hi. Hi, how are you? Nice to meet you. Nice to meet you. Welcome to Japan. Thank you. I'm so glad to be here. Thank you. と今回50/50と比べてだいぶ撮影の規模が大きかったと思うんですけど、50/50と比べて、撮影で大変だったこととか、一番苦労したこととかありますかね。あとだいぶスケールが大きかったことで、あの廃墟のシーンとかどうやって撮ったのかなと見てて、ずっと廃墟のシーンとか、廃墟のね、廃墟のシーン、ちょっと聞きたいなと思います。So, yeah, so it was, on one level, it's the same, because you, as a director, you don't know everything on a movie. You hire people who know things, and you let them do what they do, and you make a lot of decisions. You say yes or no, but you never tell them exactly how to do their job. あるレベルでは監督の仕事としては同じでした。あのつまり監督というのは自分が分からなくてもその、あの、まあ、畑を、まあ、熟知しているスタッフの方を、雇ってですね、で自分はその全て分かっているわけじゃないんだけれども、なんとなくこう指示をしてやってもらうと、あのいうのが仕事ですから。 So a lot of times as a director you're just kind of pretending you know what you're doing and being positive and making sure those people do the best they can and have the freedom to do that。あのだから監督の仕事の大きな部分というのは分かったふりをし、そしてあの常にポジティブなあのであり、ながらそのあのスタッフさんがもう最高の仕事をする環境を提供すること。But, the biggest challenge I think was, understanding exactly how, not exactly how the, CG characters, CG, when you have computer graphics, you have such a huge opportunity to do things, and,I understood how they worked, but I didn't understand, or embrace all the things you could do with them. With CG. Before this one or with this one? Like in the middle. I learned it toward the end.
はい、あので一番まあ大きな、まあ、あの挑戦というふうに思ったのは今回の CG の使い方だったんですね。であのその CG って本当にいろいろなことが、まあ、できてしまう。で、まあ、それだけにあのその学ばなければいけなかった。大体その基本的にどういうふうな、あのなものなのかというのは自分は分かっていたんだけど、まあ、実際にやってみてどんどん学んでいったという感じだったんです。And the more you do it, the better you get. So on day one, you might really not know what you're doing. But on day 40, you know more of what you're doing, and you learn and learn. And every movie, you pick up more information that you take into the next movie. And it's a great opportunity to build your skills working with something that's bigger.であの1日目には、ね、あまりあのうまく使いこなせなくても40日目には学んでますから使いこなせるように、なっていて、でよりその多く の, その, あの、まあ、情報、というものをそのあの自分の中糧として、その例えば次の作品でよりその磨かれたスキルで臨むことができる、より対策にチャレンジができる。 But the biggest thing is that when you're shooting in an abandoned airport or when you're shooting in an abandoned baseball stadiumYou're really just looking around saying, wow, this is so cool. I get to do this. And it's very exciting. I mean, you have a whole airport and it's so much fun. And I think that if I'm having fun, then the rest of the crew and the cast are having fun too.はい、であの実は今回もともとそのあの人があの、まあ、あの放置されたって言ったらいいんでしょうかね、廃墟となった、まあ、空港とそれから野球場をあのそのままロケーションで撮影しています。であのそういうとこ行くと今言った話なんか全部吹っ飛んじゃって、いやこんなとこで映画作れるんだってすごいね、あの楽しいなってやっぱり気持ちでいっぱいになって、監督が楽しい現場って役者さんもスタッフも楽しんでると僕は思うんですよね。はい、という形でね、まあ、やっぱスタッフの調和が大事とですね、みんなの現場のね空気作りっていうのがやっぱり大事だなっていうところはね、非常に今の言葉で感じられたと思いますが、さあじゃあ、次の質問に移りたいと思います。手を挙げていただいて、はい、じゃあ、あちらの後ろの男性、男性、あ、黒い、はい、ゾンビもの大好きでとても楽しみました。ゾンビが生き返っちゃうっていうのはかなりびっくりしました。であの今回あの原作がありきということでおっしゃられていましたけども、それを脚本にする上で苦労したことですとか気をつけたこと、というのがあれば教えていただきたいと思います。 The biggest challenge in adapting the book is that the book had the clever device of being in the zombie's head, and when you're writing a book you can write it from one point of view, and for me the biggest challenge wasHow much voiceover do I use, and if there's information that I need the audience to understand that our main character doesn't understand, how do I get that to the audience?一番あの脚色するにあたって大きな挑戦というのは、まあ、原作だとね、もともとゾンビの考えていることというのを、まあ、ゾンビ視点で描くというところが非常に賢い原作だったんですが、本だと一つの視点から語ることができますよね、主観 でそれが映画となるとそうもいかない、なので監督として悩んだところの一つはボイスオーバーをどのくらい使うか、ということがありました。またあの主人公が知らない情報を主観で描いてますから、じゃあどのくらいどういうふうに見せるのかというところが悩みどころだったんですね。So, like, there were, for example, in the book, when, I mean, in the movie, at the very beginning, when we go to see Julie and Perry and all of the young people behind the wall, that was not in the book. And that actually was something we shot about 6 months after we finished the main shooting of the movie, because we were showing it to audiences, and audiences were saying, we don't understand the rules of this world.So we had to kind of deliberately break the point of view right there so that the audience could understand the world they were living in.具体的に言うと結構冒頭の方で、まあ、人間界といったらいいんでしょうか、ジュリーだったりその彼氏のペリーであったり、彼らが住んでいる人間のつまり壁の向こうの世界、というのがご覧になったと思います。であれは実は追撮なんですね、撮影が終了した後に6ヶ月後に追加で撮影しています。なぜかというと、まあ、アメリカではテスト試写という形でまだ終わってない作品を皆さんに見て感想をもらうわけなんですが、わからないとこの世界のルールがという方が多かったんですね。でそれを皆さんに見せるためにあえてその主観をあそこは、まあ、断ち切って、そしてまあ、その人間のその壁の向こうの世界を描くというシーンを入れているんです。なるほど、ね、
すごいね。でもそれ予算大丈夫だったの？予算はまたその中でできたんですか？Yeah, I would do this thing where, since I wrote the script, if we were shooting something, and I didn't like what we were shooting, I would just shoot two close-ups and then move on because I knew that I wanted to shoot some additional stuff when we were done. So I would kind of start putting some money in the bank right away. So we were okay.最後に OK って言ってましたけど大丈夫だったんですね。なぜかというと、うん、今回自分が脚本を手掛けていますので、うん、で撮影中にね脚本につまり、まあ、撮影工が、うん、そうお金出している方が OK 出した撮影工を取って撮影するんだけれども、その撮ってるシーンがあれこれちょっとうまくいってないなって思った時は、うん、もうすぐに諦めてですね、お二人の例えば出てるあのシーンだったらお二人のアップだけを撮って、うん、もう撮らなかったんです。そうすると当然もっと本当は撮るべき部分の予算が余りますから、うん、それを貯めて貯めてそしてそれに回したんです。そうか、いろいろねあの手この手やってますけどね、やっぱりねハリウッドはスクリーニングっていうのがありますからね、最終試写でねそこで直したりしてますからね。はい、ありがとうございます。じゃあ続いていきましょうか。でじゃあそこの男性今、はい、空港のシーンでなんか昔はみんなつながってたって言ってこう戻るところで誰もみんなスマホを見て話をしてないシーンがすごい好きでした。ですみません質問なんですけども、ゾンビがシーンによって歩いたり走ったりしたと思うんですけども、うんうん、そのあたり の, その違いといいますかそこをちょっとお聞かせいただきたいです。あともう一つなんです、歩いたり、ね、あとすみません最後のシーンのゾンビとキャッチボールしてるシーンでボール投げてる人は監督に言ったんですけどあれは監督なんでしょうかっていうのもちょっと聞きたいんですけど。That is, yes, that is me. 投げてる。As the living person, yeah. 生きてる人間の方、つまりボールを投げたのはタクシーです、僕です、ということ。なるほど。ゾンビウォーク、ゆっくり、まあ、昔のゾンビ歩くときとか、28日走ったりするときとか、まあ、この映画でね、いろいろとあったと思うんですけど、そう走ったり歩いたり、その中、違いはあってゾンビを走らせたり歩かせたりしたのか、どういう思いでああいうふうにゾンビを表現したのかってことだと思うんですけどね。There's a huge debate about whether zombies should move fast or slow and whether they do. And my take on that is that zombies are not real and they can move however the director wants them to move.So basically, we worked on the movement quite a bit. まずですね、それはやはり大きなディベートでしたね。実際にゾンビってその素早く動けるのか、ゆっくりなのか。で、僕の個人的な意見はですね、ゾンビは本物ではない。リアルではないわけなので、まあ、監督の好きでいいんじゃないのということだったんですね、まあ、それはともかく今回の動きについては相当いろいろ研究しました、うん、But we watched, I worked with we shot in Montreal and in Montreal there's a circus called Cirque du Soleil and we took one of their dance instructors and he and I sat down and we looked at a bunch of movies and zombie movies and other kinds of moviesで今回撮影実はモントリオールなんですが、まあ、皆さんご存知のシルク・ド・ソレイユの本拠地でもあるんですね。でシルク の, ダンスのインストラクターの方を一人、お願いしまして彼と一緒に監督がたくさんのゾンビ映画を研究しました。And he worked with about five of his dancers and they would film it and he would try different types of things for the movement and we knew that we wanted them to be more like George Romero zombies but that sometimes we wanted them to move fast because they still have a little bit of human left.でその方がですね、まあ、5人のダンサーとともにいろいろこう作業してくださってそれを見せてくれる。でまあ、そのロメロ的なねやはりゾンビの動きというのを踏襲したいという思いは、ねうん、あったんですけれども、うん、今回 の, そのゾンビたちは時に人間性を残しているということで、うん、だからもう少しそれよりも早くてもいいんじゃないかなんていう調節があり。So we eventually came to a movement that we liked and then、That dance coach started to work with Nicholas and Rav, who plays M, and they started doing exercises, like, you know, mirror exercises and
their backs were against the wall, and I was watching them do this, and I kept waiting for them to start laughing. で、よし、これで行こうという動きが決まりました。で、この、先ほどの、インストラクターの方をコーチにして、主役の、ニコラス君と、それから、大親友の M を演じましたロブさんに来てもらいまして、で、いろいろエクササイズをやってもらったんですね。今やってくれましたけど、鏡を越しにやったりとか、背中を壁につけて、というようなエクササイズで、これをやりながら監督見守ってたんですけど、いつ二人が笑い出すか、ちょっと、待っていたんですが。But at the end of the shoot, they both said to me, We can't believe you had us do that. We were almost laughing pretty much the whole time. But that just means that they're very kind actors. で、撮影終了後にね、さすがに、いや、今回は参りましたよと、いろんなことさせられてと、二人とも言ってましたが、それをおくびにも出さず、撮影に付き合ってくれて、やってくれ、やりこなしてくれてね、本当に心優しいお二人だったんですね。なるほどね。はい、分かりました。じゃあ監督の中に、いろいろ人間性が残ってるんじゃないかということで、走らせたりロメロ的なゾンビゆっくりしたりという形で、描いたという形の答えだと思います。あれ、大丈夫ですか。はい、でそろそろね、伊藤さん時間がね、本当はまだまだいろいろ聞いたことありますけど、面白いね、でももうあと1問っていうのが来たんで、ねね、我こそはこれは来たいって人はもうどうしてもってどうしても女性が女性がいますね、勢いよく勢いよくその女性の方立ってください、立ってくださいね、今ちょっとマイクを、マイクが回りますから、マイク、はい、はい、来ました、はい、来ました。素敵な笑顔、本当にありがとう、笑顔ありがとうございました。先ほどの方と違って私はゾンビ映画が苦手で、ほとんど見たことがないんですけども、50/50は大好きで、その監督さんが撮られていて、かつ美少年のニコラス・ホルト君が出るという、それだけで今日はやってきました。で、すごくキャスティングが良かったなと思います。女優さんもチャーミングでしたし、ニコラス君もとてもの目が良くて、素敵な合図で良かったと思うんですが、彼にこうたどり着いたプロセスを教えていただきたいなと思うんですが、ニコラス・ホルト君に、はい、そうです、アバウト・ア・ボーイがすごい成長したもんね、はい、大好きなのでお願いします。 First of all, thank you so much for your kind words about 50/50. まず50/50 のことそんな風に思ってくださって本当に嬉しいです。That was a really special movie and really, really fun for me to make, and I'm very proud of it. 50/50 という作品は自分にとっても本当に特別な映画で、作れてとても誇りに思っていますので嬉しく思います。So with Nicholas, I had really liked him from the TV show Skins.で、ニコラスなんですけれど、イギリスで、スキンズという、ね、テレビシリーズに彼は出演していて、それが僕は大好きなんです。And we had talked about a lot of actors when we were started casting the movie, and it started to become clear to me that a lot of actors were scared of playing a zombie, and I don't blame them. If they do something wrong, people are going to laugh at them, I think.で、もちろんその R のキャスティングを始めた時にいろいろな、ね、役者さんの名前が出ました。で、その作業をしている時にすごく面白かったのが、やっぱりゾンビという役だけにね、その役者が一生懸命ゾンビを演じるところがちょっとうまくいけないと滑稽になってしまう、笑われてしまうということで、この役を恐れる方がすごく多かったんです。 But I had heard that Nick really liked the script.And I really liked Nick, as I said, from Skins. And, you know, I think the people who financed the movie really liked Nick. He was about to be in, he was in X-Men, and he's about to be in Jack the Giant Slayer. And all of us got really excited. And then I went out to dinner with Nick, and he was so cool. He was just cool and nice and easygoing. A lot of actors you meet are sometimes a little crazy or a little weird.But Nick was just the most normal guy. で、ニコラス君のことニックと監督呼んでらっしゃるんですが、そのスキンズで、ね、見てて大好きだった、彼が、非常にこの脚本を気に入っているという話を聞いて、で当時ちょうど、X-Men シリーズ、それからジャックと天空の巨人だったりが待機作で あったということもあって、金を出している、ね、スタジオ側も非常に彼、ぜひということでディナーで初めて、ご一緒しました。でその本当にクール でナイス で人柄が素敵なんですね。で役者さんって時々会うと、かなりクレイジーだったり変わり者の方も多いんです。彼は全然そんなことがなく、いい意味で普通のところがありまして。
So, but I still didn't know if Nick could play a zombie. So I said, look, come over to my house tomorrow and we'll run through the lines. でもまあ、気に入ってるからといってね、ゾンビが演じられるかどうかはちょっとわからないので、じゃあ明日ディナーの後、うちに来てくださいと。で、ちょっとセリフの読み合わせしてみましょうというふうに声をかけました。So he comes over and my brother's fiance is an actress and she was there playing Julie.で来てくれてで弟の監督の弟ですねのフィアンセの方が役者さんなんですけれど彼女がまあジュリーの役をやってくださいまして And I'm there filming with a little camera and he were you know in my living room and he just starts going で監督小さいカメラをその今でねこう彼らを撮りながら、じゃあお願いしますって言ったら今のように彼がうなってくれたんですAnd I said, okay, that's pretty good. Let's go make the movie. で、その瞬間、うなった後ですね。あ、いい感じだね。じゃあ、これで行こうというふうに言いました。ああ、そういうことですか。ダメ It's pretty good. おお、結構いけてます。いけてるんだ。Sequel? 続編続編続編出演出演え、あの壁が壊れた後あ、いいかもしれないですね。で、伊藤さんね、今、本当にまだまだ話聞きたいですけどね。本当にね。で、こういう機会がね、すごくもう本当に、素直に答えてくださって、うん、本当に誠実な方だなということが本当によく伝わりますね。はい。うん、で、まあね、本当ね、もともと皆さんとね、交流したいんですけど、ちょっと時間がないので、まあもしよければこの後カラオケでとかね、さっき監督も言ってましたけども、この後もね、東京とかね、滞在を満喫するなんてことなんで、うん、で最後にね、ちょっとまあこれはね聞いとこうかなと思うんですけども、まあ先ほども出てましたけど、50/50ではね、ガンと戦う、男を主人公において。ウォンボディーズはゾンビ化と戦う男の子を主人公に置いてそれをジョナサン・レビン監督らしく優しい視線でねすごく温かい感じで本当重くならずにですね描いているところがすごくこのジョナサン・レビン監督のやっぱカラーなのかなと思うんですけどさあじゃあウォンボディーズ全米初で第1位取ったこの後は一体何を今映画化を企画しているのかやっぱここはやっぱ気になるところなんでちょっと今答えられる範囲で次回作はどういう形で構想ねっていうのか聞きたいと思います。Thank you very much. I am currently working on the Will Reiser who wrote 50/50 is writing a script that takes place in Jamaica about his experience on a trip there with his grandmother. That's very funny and very sweet. And that's one of the things I'm looking forward to directing.でいくつか、まず50/50の脚本家ウィル・ライザーさんが、はい今脚本を手掛けているジャマイカという作品があります、はい、でこれウィルさんがその少年の時におばあ様とジャマイカに、ホリデーで行った時のエピソードが描かれているとっても笑えてそしてスイートな物語でこれを監督するのを楽しみにしています And then I'm writing something that I'm hoping to shoot as soon as I canwith a lot of the same people from 50/50, but I can't talk about it. で、これを今次で脚本執筆しているものは、まあ、自分も監督する予定なんですけれども、実は 50/50 のチームと再びタッグを組む作品になりそうなんですが、詳しくはお話できないんです。あ、そう。あ、それは楽しみですね。ぜひやっぱりそれ出来上がった時はね、いや、下込めでぜひ。ここでまた来ていただいてね。ぜひぜひちょっとまた I will. ね I will. I will. Only make comedies now so that I can come back. Thank you. これからは下コメのためにコメディしか作りません。ありがとう。Thank you very much. ありがとうございます。ということで本当に短い間でしたけどね。ありがとうございます。最後じゃあジョナサン・レビン監督見ていただいたお客さんにちょっとなんかお礼のメッセージでもなんかあればお願いできますか。I just want to thank you guys so much. It's so nice to show the movie to you and so means so much to me that you would stick around and hear me talk.And thank you from the bottom of my heart. 心の底からお礼を申し上げたいです。この映画をね、皆さんに見せることがやっとできて、で、その後 Q&A まで皆さんが残ってくださって本当に嬉しく思っています。ありがとうございます。はい、ということで皆さん本当ありがとうございました。ありがとうございました。はい、立ってね、お送りしましょう。立ったらもしかしたらロビーに行くかもしれないからね。行かねえかな。行ってくれたらいいなって感じですね。ジョナサン・レビン監督です。ジョナサン・レビンでした。ありがとうございました。どうもありがとう。
ね、伊藤さん、ちょっとやっぱこういう形はいいですね。そうね、やっぱ映画祭の醍醐味だと思いますね。醍醐味ですね、まあ、皆さんも本当ありがとうございました。じゃあまたね、明日明後日とまた下思い続きますけどね、はい、よければまたぜひ遊びに来ていただければなと思いますんで、はい、はい、ということで今日はこれにて終了でございます。ありがとうございました。はい、お気をつけおかれください。どうもありがとうございました。本日は下町コメディ映画祭 in 台東にご覧